Alright, so before I continue this part of Shenmue 2, I will have to lower the music volume just for this day. Because... you'll see why. Shuei-san, 先に休みます。 おやすみなさい。 気をつけてくださいね。ああ。始めるか。 Same process as before. Pick up a library book, and then hold the trigger, and just prepare your thumb for quick time events. その調子で次を頼みます。 調子で次を頼みます。 その調子で次を頼みます。 その調子。 どんどん持ってきてください。 どんどん持ってきてください。 もうちょっとですね。頑張りましょう。 頑張りですよ。
少しです。次でおしまいですね。今日の分は終わったようだな。俺はいつまでこんなことを。老師にお考えがあってのことだ。焦らないことだ。失礼します。待ちたまえ。え？君は武術を学んでいるな。ええ。私は日本の武術に興味がある。差し支えなければ見せてもらえないか。ええ、わかりました。ここじゃ狭いな。広いところへ。今のは葉月流名月の討論です。当て身と投げを複合的に組み合わせた武術だ。ありがとう、参考になった。その礼に私も一手披露しよう。これは中水といって重要な基本技の一つだ。中国憲法ではこの中水で力の出し方を身につけ、次に応用技や変化を学んでいく。よければ覚えてみるかね。お願いします。分かった。まず最初に型を教えよう。よく見ておきたまえ。一歩前に踏み込むと同時に拳と足に力を入れるのだ。さあやってみたまえ。型は覚えたようだな。はい。クンフーは一朝一夕で身につくものではない。日々修練を怠らぬことだ。中水にはこういう応用もある。構えてみたまえ。なるほど。ここから先の変化も研究してみるといい。はい、ありがとうございました。すいません。何か。すいません。I actually thought he would give me another scroll, though he already taught me a move.
I'm pretty sure that he gives you a total of 3 scrolls. With the moves to learn. これが主の鍵がかかってるな。シュウエイさんに聞いてみるか。 シュウエイさん、俺に武林書を見せてください。 武林書? 修玄達が書いた本だと聞きました。どうしても確かめたいことが。 ダメよ。 なぜですか? 今のあなたには必要ないわ。待ってください。お願いします。武林書を。やってみなさい。 一枚の落ち葉さえ心を落ち着け、集中しない限り掴むことはできない。今のあなたは敵を取ろうと願うあまり、気持ちに焦りが生まれている。気を鎮めて物事の本質を見極めなさい。物事の本質。そうすれば落ち葉は簡単に掴めるはず。それからよ。 武林書のことは。よし。コツはつかめたようだ。はい。約束です。武林書。 そんなことではとても気が静まったとは思えないわね。 え? 一度や二度、葉をつかめたくらいでは心の焦りは消えない。続けて三回、葉をつかめるようになりなさい。そんな。その後よ、武林書のことは。いいわね。 続けて三回。やるしかないか。 葉をつかむタイミングさえ分かれば。やった。あと2枚だ。 取れた。もう1枚取れば。 What? 一からやり直しか。よし。あと2回か。 ダメだ。 葉っぱをつかむタイミングさえ分かれば。 あと2枚だ。ダメだ。ミー、ストゥピッドキャメラ。やった。あと2枚だ。 よし。あと1回だ。
か。New camera! Toreta! Ato 2 kai ka. Stupid camera! Dame da. What? What? Yes. あと2回か。タイミングさえ分かれば。It's not the timing, it's the camera! くそ。It's the stupid camera! It won't concentrate better! It's the camera's fault, not mine!よし、あと2回か。うわー、一枚の葉っぱだけを追わないとな。ダメだ。 You! Damn you!取れた。あと2枚だ。やった。あと1回だ。Damn you! 一からやり直しか。やった。あと2枚だ。取れた。あと1回だ。やった。よし。雑念は消えたようね。でも明鏡止水の境地にはまだ遠いようね。明鏡止水、静かなる水面のように心を澄み渡らせること。心を乱すことなく、ただ己の心にのみ意識を集中する。それが明鏡止水の境地。心を乱すことなく、己の心にのみ。約束だったわね。一冊しかない書物だから扱いには気をつけて。いいわね。修験達、この本に間違いない。敬意拳、五行拳を基本とするホッパーの代表的な拳法か。
張孫明、古円剣の伝人。張孫明。張孫明を覚えているな。蘭亭の言っていた名前だ。この紙は一体朱玄達、やはりこの人が親父の死の謎を知っている。これを手がかりに朱玄達を探すしかない。すいません。何か。この紙、何だか分かりますか？何かの記号のようだ。心当たりありますか？いや、しかし、だいぶ古い紙のようだ。骨董屋に見せれば、何か分かるかもしれん。骨董屋？骨董屋なら、大老街に行ってみるといいだ。わかりました。ありがとうございます。すいません、いらっしゃい。これ、どういう意味かわかりませんか？これは茶碗人ですね。茶碗人？ええ、武術家同士のやり取りに使われる暗号みたいなものです。詳しく教えていただけませんか？いや、私も昔、恵華さんに聞いただけですから。恵華さん？江南街の御太郎に住んでる恵華さんですか？ええ、そうですよ。茶碗人のことを知りたいなら、恵華さんを訪ねるといいですよ。わかりました。ありがとうございます。 There's one thing I forgot to do, and that's fix the... Now that the sequence is done with the leaves, we can set the volume back. Our next objective is the Yantin Apartments, but if we go there right now, then it quickly advances to the end of the day. So we'll wait until sundown so that I can do some side missions. Or like, side stuff, but not side missions. ならば、いっとしたら何でも答えるぞ。すいません。そう。
さん。あなたは修善先生のところにいた。名神です。先日はどうも。先生があなたにお会いしたがってました。修善先生が。ええ、時間があればぜひお立ち寄りください。行ってみるか。Hold on. Save now so I don't have to do it again. よく参られた。続けなさい。ところで、ギアギアからケイカさんを助けたと聞いた。助けただなんて。大勢に囲まれたそうだが。はい。多勢を相手にするときは投げが有効だ。投げが？友人を助けてもらった礼に少しお教えしよう。例えばこうした密着状態の場合、相手が盾となり、投げることによって周りにいる敵の動きも封じられる。なるほど。まず相手をつかみ、投げたい方向に崩すのだ。臨拳、相手を。はい。よし、今だ。さあ、続けたまえ。はい。よし、今だ。さあ、続けたまえ。はい。よし、今だ。これで最後だ。わしに向かって投げてみたまえ。はい。よし、今だ。はつかんだようだな。ええ、どうにか。武術は人のために使うのも、人助けのために役に立てばと思ってな。ありがとうございました。I need to go to Aberdeen first. Thank you.
これはこれはお客様。お前はいかがです？香港の重りがたった50ドル。いらない。そんな冷たいことをおっしゃらずに。いい。今しかこの思い出の写真は手に入らないんですよ。いらない。ああ、わかりました。それなら30ドルにしましょう。しつこいぞ。それなら10ドル。悪いけど、急いでるんだ。まあまあ、そうおっしゃらずに。せっかく撮ったんだから、お願いしますよ。頼んだわけじゃない。なんだと？お前が撮ってくれって顔してたから撮ったんじゃねえか。いいから10ドルで買え。何が10ドルだって？ジョイ。へえ、よく撮れてるじゃない。だろ、こう見えても俺はプロだからよ。へえ、そうだったの。じゃあもう1枚頼むよ。お金はこれと一緒にあたいが払う。そっか、オッケー。一緒に撮ろう。おい、俺は写真なんか。いいから。Discard that photo. Watashi ni nanika go yō desu ka? Ah, iya. Bete ni yō tte wake janai nda ka. So desu ka. Dewa shitsurei shimasu. Sore, Chūgoku kenpō da na. Ichiō sono tsumori desu ga. Ryūha wa? Kenpō ni kyōmi ga? Na.初めて見る動作だ。あなたも何か武術を？一応。それはちょうどいい。ちょうどいい。私と手合わせしてみませんか？手合わせ？ええ。口で説明するより分かりやすい。いや、やめておく。なぜ？私が女だからですか？そういうわけじゃない。ただ、今はちょっと。そうですか。残念です。悪いな。気にしないでください。久しぶりに三打ができると思って、私も少し浮かれていたようです。三打？ああ、組手のことか。ええ。よく考えれば、ぶしつけで失礼な話でした。いや、別に。私はアイリン。アイリン・エーデルワイス。俺はリョウだ。葉月リョウ。日本人だ。よろしく、リョウ。ああ、それより邪魔したな。練習を続けてくれ。いえ。こちらこそ。あ、リョウ。ん？ヒカショウです。ヒカショウ？リュウハですよ。聞きたかったんじゃ。なあ、そうだったな。忘れてたよ。See you, リョウ。またどこかで。ああ、またな。
next, let's go over and find the arcade. この台は5ベッドか。今はやめとくか。 白信街か。そう、ここを出て左へ行って最初の角を左へ曲がるんだぞ。その先が白信街だよ。出て最初の角を左か。高難街の行き方は白信街の屋台のおばちゃんにでも聞きな。ああ、そうする。なんならあたいが付き合ってやっても。いや、俺一人で行く。ああ、そう。ジョイ、ねえ、たまには遊びに付き合いなよ。そんな暇はない。合ってるよ。でも気晴らしにさ。じゃあ、そのうちな。 なあ。ねえ、あたいのバイクで飛ばさない？俺にはそんな時間は。分かってるよ。でも気晴らしにさ。気が向いた時にな。あ、そう。一回5ドルか。 やってみるか。 どうしようか。やめとこ。1回5ドルか。 Access those games so that they can be added to the Shenmue collection for the file. どうしようか。やめとこ。 QT1回5ドル。今日はやめとくか。
the other best thing I can do in the next few hours is gamble. Make another safe spot so I can gamble. やったりだ。やらなきゃ損だぞ。お若いの。一勝負いかがかな。ああ。よし。これで。では、親のおわしから行くぞ。上でやったり。頼むぞ。 これで。では、親のおわしから行くぞ。上でやったり。お、はい。頼むぞ。 これで。では、親のおわしから行くぞ。上で。
れでやったり。むず。おりゃ、どうしたことじゃ。もうい、若いのに勝ち逃げはいかんぞ。から行くぞ。上でやったり。オーケー。頼むぞ。うん、もう今月はそっちに傾いておるぞ。いや。The reason I'll need money is because the scrolls that you get later on in the next stage are very expensive. Sasa! What? Kore de. Dewa! Oya no omashi kara iku zo! Ue de yattari! は気分悪いじゃろ。また。から行くぞ。上でやったり。あ、いい。頼むぞ。合わせて。Another time! 次はいい夢が出るかもしれんぞ。
のわしから行くぞ。上でやったり。あ、これ。ふっ。若いのに勝ち逃げはいかんぞ。いや。太郎はここだったな。ケイカさんはいるかな。すいません。ケイカさん。あんたがい。すいません、ケイカさん。聞きたいことがあるんです。これ、なんだかわかりますか？これをどこで？文具業の書庫で見つけたんです。文具業の？ええ。立ち話もなんだね、入りな。かけな。このメモ、何かわかるんですか？茶碗人さ。茶碗人？銀行家が楼門とだけ情報を交換できるように作った暗号、それが茶碗人さ。これは、この文字は親父の手紙にも書かれていました。天は時間を、地は場所を表してるのさ。時間と場所。竜と竜は？竜は人、竜は行動の意味だよ。なぜこの言葉がここに？茶碗の位置とそれぞれの文字が対応しているのさ。左端の茶碗から天、竜、地、竜ってね。じゃあこれは？多分修験達の仲間だって示す合図だろうね。修験達の仲間。まずこの形をしっかり覚えます。はい。食堂とか酒場とか人の集まる場所で修験達の仲間が見ていれば合図してくるだろうよ。私がやったようにやってごらん。
まず左端の茶碗から動かしてごらん。そう、そいつを上に持ってくるんだ。そう、次は右から二つ目の茶碗だ。そう、そいつを下に持っていくんだ。そうして待つんだよ。そう、その置き方を忘れるんじゃないよ。茶碗には危険な合図もあるからね。するんじゃないよ。わかりました。気をつけます。ありがとうございました。だいぶ遅くなったな。そろそろ体現楼で休むか。使命。